ありがとうございます。本日大雨予報でございましたが、大曇りでございます。まあパラパラ降ったりしてるけどね、やはり持ってるなと。持ってます。まあいよいよですけども、111キロ、まあいろんな人に無謀だ無謀だと。だいたいウルトラマラソンっていうのは3ヶ月以上はちゃんと特訓訓練をして臨むもんだと。しかもずっと僕走ってなかったですからね、しばらく何年も。その状態から1ヶ月弱の調整でここまで来たんで、まあ不安ではありますけど、今回タイムとかではないので、ちゃんと完走を目指してね、いろんな人の思いを背負って走りたいなと思っております。山崎裕太のグルメテクニックグルテク。今日実はマネージャーの中平が他の担当しているタレントさんの都合でですね、もう急遽ちょっと地方に行ってしまっていないので、中平の分のね、思いもしっかり背負ってね、僕はね完走したいと思っておりますよ。なんか聞きたいことあります？今日ね、意外と実はこれ走るには適したランなんですよ。気候もねグッと下がって、なのでそういうのも含めて結構天が味方してくれたなとは僕自身は思っているんですけどね。天がですか？天がじゃない、天ね、ああそうそうそう、行きましょうか。ぐる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 テク気合をもう入れたでしょさっきもう一回ちょっと言っとこうか。グルメ要素のないぐるテク。はい、よし、行きましょう。いいですか？いいよ、行くよ。6秒前あ、ちょっと待ってください、はい、すいません、忘れてた。忘れてた。なんだよ、忘れてた。ちゃんと止めました？はい、止めた止めた止めました、はい。ゆうたさんが走るっていうあれなんで、はい、ちょっとメッセージをいただいたんで、はい、じゃあこの人からのメッセージです。はい、どうぞ。ゆうた、うそ、久しぶりです。111キロマラソンに挑戦するんだってね。やば、自分に厳しい思いを、させたってやると。まあそれにしては辛い挑戦ですね。マラソンでも 42.5 キロ死に行くが如しっていうぐらい辛いのに、111キロでもなんか自分に辛い思いをさせたい、十分辛い思いすると思います。とにかくやろうっつって宣言したんだから、最後まで頑張ってください。ゴールしたらきっと何か新しい自分に出会えるはずだから。とはいえもう言うたもん、そんな若くないでしょ。若くないです。だから40です。しないようにね、はい。成功したら、したらっていうかもうすると思ってますけど、久しぶりにうち、で一緒にご飯食べましょう。うわー嬉しい。アクリルも用意してあります。うわー素晴らしい、さすが。何かともあれ頑張って。うわー嬉しい。絶対成功します、お任せ。いやすごい、これでもスタート、スタートでこの方。はい、ありがとうございます。いや本当びっくりした今。でもこれもう本当に引きずってでもゴールしなきゃいけないって気持ちになったわ。なこさんのメッセージを聞いて頑張っていただこうと思って、はい、急遽。いやすごい、しかも全然化粧してなかったじゃないですか。そうです、表に出せないじゃないですか。出してええ言うてるんですよ。マジですか、本当に。まあ、でも本当にあこさんのおかげで、本当はもう最悪足ちょっと痛かったらやめようとか、うん、やっぱりこれしっかり完走に向けて気合入りましたね。マジで気合入ったわ、全然違うモチベが。いきます、いきます。今スタートしたばっかなんで、どうなっちゃうんだろうな。そうですね、どうなっちゃうんだね。普通に走ってたら1キロとか2キロ以内にもう体だいぶ温まるんだけど、はい、こんだけ気温低いとちょっと体温まるのも遅いかもね、はい、やっぱりまだ前半だから超速く走りたい本当は。今日は何を食べました？今日はね、はい、朝から白いご飯と納豆と、はい、サバ、塩、焼き、はい、あとお餅、お餅、うん、バナナも食べたし、はい、パイナップルと豆乳のスムージー飲んだりとか、はい、クレアチン入れて、はい、
まあ、まずはそのハーフ、20キロをいい感じで走り切って、はい、とりあえず40キロまではいい感じで走り切りたい。そうですね、うん、そっから結構未知、ね、うんうん、そうね。でも50キロ超えて 60、はい、60キロぐらいじゃない、やばいの、わけわかんなくなるんじゃない。今だいたい1キロどれぐらいですか。キロ8分。いやー、まさかアコさんからコメントもらえると思わなかったな。アコさんはでもね、はい、俺のこうなんか大きな、はい、自分がこうやろうって決めた、はい、気合いの入った仕事の時とか、はい、そういう時って必ずなんかアコさんからコメントもらえたりするんだよね。へー。アコさんにはね、はい、10歳ぐらいで出会って、はい、その後ねドラマで一緒にやったりとかして、はい、すごいあこさんに二十歳超えてから可愛がってもらえるようになって、はい、週3、4でねあこさんと飯行って、はい、食事の作法だったりとか目上の方への気のかけ方だったりとか、はい、その時はやっぱね嫌だった。やっぱり友達と遊んでる方が楽しいし、はい、でも今となって本当に助かってるよ、はい、うん、冗談抜きで全部財産だね。うん、本当にありがたいね。俺後輩にこう口うるさく言うのとか好きじゃないし嫌だけど、アコさんのおかげでいろいろ自分を気づけたって考えると、はい、後輩に嫌われてでも、はい、そういうのやった方がいいのかなと思う時もあるね。うーん、でもちゃんと山崎裕太を一押しになってくれる後輩、はい、ホリプロの、はい、まあ、秋吉とかもそうだけど、みんなやっぱりいいやつよ。まあ、でもエンタメの世界ってさ、はい、夢を与える仕事だからさ、はい、これはみんなに無理してやったらかっこいいぜっていう動画じゃなくて、はい、無理してもできる人が世の中にいて、その人いわゆる無理せんでいいよっていう警告動画でも俺の中ではあるのよ。なるほど。っていうのは、はい、やっぱりみんなが頑張らない無理しないってさ、はい、やっぱり生ぬるい世の中になって気がするんだよね。でも頑張れない人が無理やり頑張ったらやっぱり足もつれるわけだから人生つまずいていくと思うの。やっぱりちゃんと本当に頑張れる人、根性のある人、それを成し遂げられる力を持ってる人がこうやってやるべきだと俺は思うんで、今回だからチャンネル登録者数1万人、はい、祈願ではあるけど、当初から言ってる10代20代の子に山崎裕太を知ってもらいたい、改めて見てもらいたいっていう意味では、はい、とにかくこのランで、はい、なんか感じてもらえたらいいなと思って。いや楽勝だわ、これで終われねば。すげえ、まだ4キロしか走ってねえのか。変な気分だわ。もう休まずもう一周行きますか。あと21周21周です。よし、お疲れ様です。しんどい。お疲れ様です。しんどい。お疲れ様です。あと91キロとか地獄なんだけど。いやもう足しんどい。体力何の問題もないけど足が痛い。マジで体力は何の問題もないよ。皆さんどういったご関係。全員あの合コンで知り合った。そうですね。クラブハウスでやって、はい、緊急事態宣言明けてすぐみんなでご飯行ったりとか、うん、孤独のグルテクの一番最初の時もみんな来てくれてたし、はいはい、であと味噌の会の時も実は裏でみんな来てくれてた。はい、頑張ってください。チャリじゃない。また新たな人が。は？内山さんから、あ、そうなの？はい、あ、まだ見ないでください。は？エール内容書かれてるんですけど、ああ2行でまとめてくださってます。2行で、ああ何と書かれてるでしょう。あ、当てんの？はい、ね、なんだろうな。頑張れ。いや、違うな。あっぱれゆうた大感想。いや、見てください。
めんどくさいな、勝手に走りなさい。ふざけんな。あんた来いよ。じゃあ行きますか、ユーフォー後ろ向かって行きましょう。はい、いらっしゃい。ちょっと僕らコンビニ行ってきます。じゃあなんかまとめて、なんかありますか、氷とか。ゆりさんで、ありがとうございます。すいません。じゃあ私たちは、ありがとうございます。変えて走ってて、はい、平気だったんだけど、下りからやっぱ来たん、ちょっと。はい。全然走り切れちゃうんだけど、はい、あと85キロって考えると、そうですね、うん、足を一回ほぐしたい。3人目の方からコメントをいただいております。これ戻ってきてすぐやろうよ。なんで毎回出発前に。出発前なんですよ、これ。まあ、いいや、はい。お、秋吉。何でしたっけ、これじゃねえ。え、何の応援コメントですか。自分で勝手にやるって言ってるだけですよね。え、わかんない、わかんない。全然わかんない。え、なんで。だって、応援も何もだってさ、お疲れ様でした。だって応援なんて、誰かがね、あ、ゆうたさん、111キロ走ってください。わぁ。じゃあしょうがないやるかつって励ましのメッセージなら分かるんですけど、好きで勝手にやるだけですよね。厳しいと思いますけどね。いやこれ本当に言ったらすごいですよ。でもたとえ、まあ、趣味とはいえ、趣味じゃねえよ、まあ、頑張ってください。応援はしてます。まあ本当これぐらいですすいませんけど、まあ、怪我だけ気をつけて頑張ってください。え、もういいっすか、もういいっすか、もう大丈夫です。ああ、ありがとうございました。はい。こういうあれだよ。毒舌系のは、はい、俺はいいんだけど、はい、嫌われちゃうよ。いいの？好感度下げて。ほら、今さ、ちょうど30キロじゃん。はい、うん。マジでイラッとしたよ。横にいたらグーで殴りそうなレベルの。こんなガチで走ってると多分あいつ思ってないから。あこさんなんかマジで頑張れって言ってくれてたじゃん。はい。なんなのデブとキツネは。まあまあ俺に世話になった2人があんなコメントしちゃダメだと思うよ。もう走る前に見せんじゃねえよ、やる気落ちっから。秋吉ありがとな。ライトつけます。おお、すごい。足だけ動いてくれ。6周したのかこれで。そうですね。ってことはあと16周。16周。おお、なんかちょっと見えたな。半分も来てねえけど。よし走ろう、あと1キロ。はい、うまっ、うまっ、うまっ、おにぎりうまっ。早くマッサージされて。まあこの条件だったらみんな走れると思うよ、はい、走ったことない人が急に走るやつ。あ、それは無理だけど、はい、ある程度若かったりしたらさ、はい、まあ年齢はただの背番号ですから。へー。あ、すいません、お疲れ様です。
行きます。失礼します。今ちょうど30キロ走り終わった。だったらいいものいっぱい使える。いいものいっぱい使える。行きましょうか。行こうか。はい。復活。すがすがしい顔してるじゃないですか。復活だよ。だろぜ。とりあえずゴッドハンドに今、はい、走れるようにしてもらったんで、はい、早く、はい、50キロ行きたいな。そうですね。さっさと。大丈夫ですか？準備は。大丈夫ですか？はい。30キロだよ。間違って35キロになってねえかなって、はい、なってないっすよ。走ってないっすから5キロプラスで。くそ、誰が誰がって言ってるじゃない。回復したんすもんね、だって。だよ。よし、行こう。すいません、ここでもう4人目のそう、出発する前にやめろっつってんだろ、お前。4人目のありがたいことなんだけどね、はい、すごく応援コメントだから、はいはい、さっきからなんかいいコメントないのよ。出発の時あこさんのコメント以外何もいいのないのよ、はい、ゆうなさん。あ、ゆうきか。久しぶりです。井上ゆうきです。はい、110キロマラソン走られるということで、ぜひ頑張ってください。110キロきつそうですね。はい、ゆうたさんならいけると。情報が110キロ。そんな僕がこちらですね。おい、番宣じゃねえ。今年12月に公開される明け方の若者たちという映画に出させていただいております。よく出てんなこいつ。映画ご覧ください。頑張ってください。よ、いいっすよねコメント。いや、コメントいいけど、お前、はい、井上裕貴はお前番宣でしか来ないのか。グルテクになあ、前回もそうだよ、裕貴美桜ちゃんと、はい、何なんだ番宣ありきで言われました。まあまあ、でもまあ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 、はい、秋吉とか内山君と比べりゃまあまあまだまだな、はい、まあ勇気ありがとう。行きましょう。今出発しました。え、今出発しました。今出発した。ちょいちょいちょっとちょいちょい見てたでしょ、こっち。バレました。バレてるか、バレるかな。グルテクスタッフドッキリ下手すぎて思わせたすごいです。わざわざ、あ、ちょっと待ってよ、整体師さん、美人すぎんだろあの男。それ1時間もみっちりやるわ。整体師さんって言ったらさ、ゴリゴリのさ、まあ、結構 筋肉ムキムキのお兄さんみたいな人来ると思ったら、ね、美女来てんじゃねえかよ。ちょっと一回整理して、どういう状況なの今。30走ります。すごいじゃん、でもあと1周で42キロじゃん。あと2周で40。細かいな。でもすごくない。でも一応俺いろいろ買ってきたんだけど、いいし、給水場やろうと思って、はい、やりましょう。何分ぐらいで多分帰ってくる。あ、まだ全然。でもなんか10キロ走るらしい。10キロ走るって言ってるらしい。あ、じゃあ2周目で給水場があった方がいいか。他にどんな人がメッセージもらったかって聞きました。お、聞いてないです。誰がですか。アコさん。え、アコさん。すげえ。ね、いただけたんすか。すごいじゃないですか。超豪華じゃないですか。ノーメイクアコさん。だってそれ動画にして初めはそのうちにボイスレッスンに来るって言ってたんで、うちもボイスだけだなと思ったんですよ、はい、そしたら本人動画撮れって。それちょっと俺ふざけすぎたかも。じゃあ見るじゃん。確かに。ボスが見るでしょ。でこいつ生意気だな先輩に対してみたいになるじゃん。今から編集してもらって。今ね、4時間46分。はい。ちょっとこの間に上げなきゃいけないのか。これもチャンネルのためでございます。そうですよ。はい。やりますよ。痛い。縮んでますね、座骨神経だいぶ。へえ。よし、こう。じゃあちょっと、お待ちください。またかよ、ね、もう何回目だよ、ね、来てるぞ、続々とコメントがもう。すごいですね。アッコさん来て、はい、内山くん来て、はい、秋吉来て、
井上祐希来て、はい、次誰だよ。もういいぞ、番宣とかいらねえからな。こちらでございます。はい、山崎裕太さん。誰？うちのスタッフか、ホリプロの社員か、これは堤 P がですね、うん、サマーリゾートという番組のはいはい、サマーリゾートね、サマーズの、うん、G 山さんのブルテク推しスタッフさんの、ね、ありがとうございます、はい、いただきました。なんか一番応援らしい応援の人サマーリゾートのスタッフさんってことですね、はい、そうです、ブルテク推しのスタッフさん、はい、推しです。もう毎回見てくださってます。 G 山の皆さん、ありがとうございます。あのサマーリゾートの方にも呼んでください。ぜひともそうですね、はい、復活したよ。復活しましたか。ああ、よかったです。いやー、両一来てちょっと気持ち上がったな。あの方はどういった、あれは M っていうアパレルの、はい、もう俺の本当大事な仲間や、本当に。へー、ウーバーワールドの拓也と、はい、あいつも親友なんだけど、はい、つなげたのが俺なのよ。へー、拓也が偶然ライブの時に M の T シャツ着てたのよ、はいはいはい、で、俺ってなって、はい、ライブ終わった後に今日 M 来てたねみたいになって、はい、留置してんのって言ったら、いや知らんみたいな、はい、ただ偶然来てたって、あそうなんだ、俺仲いいよって、はい、俺の舞台を、はい、偶然同じ日に2人が見に来てたの、はいはいはい、ほんで紹介したね、そこで。なるほど、うん、へえ。音楽流れてない。ゆうたさんじゃないですか。あれ、本当だ。俺だった。しかも偶然ウーバーワールド流れたんだけど、すごくない？すげえ。すげえ。そんな偶然ある？怒る？大丈夫？もう怒ってるから大丈夫だよ。はい、もうすでに俺もとんでもなく今怒ってるところだ。怒られてるから。本当に知らないでしょ、ゆうとくんは。俺が来るって、はい、知りません。帰ってきて40だって。でも40でもすごいよ、フルマラソンだからね、うん、あーす、あちょっとすいません、ゆうたくんのゆうたくんのツイートを取っちゃダメっすよ。そう、あー来ましたでもちょっと感動するね、やっぱりこの遠目からでも。まだ歩いてないっす、ね、マジっすか。いや、あー、痛え。いや、マジ痛え。いやー、痛え。痛え。なんで？走って。あ、来ましたか。いや、リアクション薄い。もっとちょうだい。じゃあ、本当に痛いな、足。どうしたっすか。どうしたっすかじゃないよ、もう40キロ超えてんだよ、走って。喜んでくださいよ、ゆうたくん。あれ来たから、うるさい、ゆうたくん。だいぶ好感度下がったけど大丈夫だからね、だから、いやここもある、来るのもあったんで。まあ、上に来たんだけどさ、ほとんど説教になってるなんかうんうんって今聞いててさ、応援しに来たんだけど、なんだろう、ね、違うんだよね、やっぱり化け狐なのよ秋吉は。そのこの笑顔で全部ごまかしてるとこあるじゃん。頑張ってくださいっていうメッセージをじゃあ後輩の子に頼んだら、みんな優太くん頑張ってくださいじゃないですか。いや、井上祐希なんかがっつり番宣してて、来月1回からの映画のっつってあ、そう、うん何撮ってんだよ、怒られてるとこずっと。うちのスタッフ絡むのやめてもらっていいですか。怒られてるとこつ、すいません。何撮ってんだよじゃないんだよ。密着24時のやからの人じゃないですか。よし、行こう、行ってやるって。でもいますから、結局。そうですよ。まあまあ来てくれたからね、結局。まあでもこれでまたね、何キロかは頑張れます。2キロぐらいは頑張れ。いや少ないで、もう大丈夫、戻ってこれない。2キロぐらいはもう秋吉のおかげで頑張れる。行きましょう、うん、はい、行
こうか。行きますか。お願いします。じゃあ、ゆり行こう。はい。山崎裕太のグルメテクニック、グルテク。やるしかねえなこれは。グルテク。